あ、俺がアリスを救う。うおー、前進、進み続けるんだ。それ以外選択肢はない。行こう。初期の頃に、あ、ちょっと、カールに会う。お、誰だ、何やって入った。カールに会わせてくれ。新しい、カール様には会えない、帰ってくれ。新しい、なんかまた男をあれだな、買ったんだな。変異させる。頼む、どうしても会いたいんだ。弱っているんだ、会っても話ができるかする。ああ、もうダメなんだ。めっちゃ老けてるやん、カールさん。マーカス、マーカス来てくれたのか。ずっとあなたに会いたくて。震えてたよ、俺もずっと。どんなに会いたかったか。本当だよ。どうした、マーカス。厳しい現実。どうすればいいかわからないんです。このままだと何をしても、もう流血を避けることができない。そのセリフを言うのか、ここで。世界を恐怖、流血を避けることはできない。他者への恐怖、未来、恐ろしいセリフが出てきたね。私のように老いてしまった。マジで、マジで。人間たちは奴隷であり続けることを拒む僕たちを憎み、破壊しようとする。そうなんだよ、ひどいよ。仲間が殺されるのを見てるつもりはない。以前は穏やかで思いやりが、ああ、今のお前は怒りに満ちてる。すごい、なんかあれだな、スターウォーズみたいになってきたな。怒りに満ち溢れてる。怒って当然じゃないですか。そうだ、僕は対話を望んだ。なのに、対話を望んだ。人間は愛も変わらず僕らに屈辱を与える。従わない者を殺したんですよ。記憶が、記憶がなんか、記憶が混濁してない。あれ、ちょっと待って。記憶が混濁してないか。僕はただ不公平なこの世界を憎んでいるんです。歴史は勝者の味方だとあなたは教えてくれた。ならば今度は僕の味方にしてみせる。二度と侮辱などさせない。絶対にさせるものが。カール、カールのおじさん、もうカール殺したようなもんじゃん。もうマーカスがなくなった。マジか、絶対今マーカスのせいだろう。前任者は任務に失敗しました。もうそうだね。あなたが引き継ぎなさい。何をすべきか分かっていません。コナー、コナー4世、4代目コナー。破壊します。またハグ君に会いに行くのか。え、え、なんで開いてんの。あ、いたわ、廃人になってる。お別れを言いに来ました、警部補。え、え、死んでる。心配してたんですよ、警部補。え、あなたの様子を見に来たんです。え、ああ、生きてた。え、なになに、やばくない。え、警部補、あの写真はもうしまった方がいい。あ、息子の写真ね。過去は変えられないんです。そうだよ、過去は変えられないんだよ。でも人生は取り戻せる。うん、あなたのため、コールのためにも。ああ、お前が死んで戻ってくるたびにコールのことを思い出す。ああ、もう一度抱きしめてやりたい。もう帰ってこないんだよ、じいさん。でも人は生き返らないんだよ。そうですか。そうですか。さあもう帰れ。そうですか。任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。さっさと失せろ。ひっ。あっ、あっ、信者がいっぱいいるな。仲間に語りかける。カーラに謝罪する。傷、生き残り、収容所。デトロイトだけでもう5カ所収容所を設置してる。
国中に建設してるみたいね。ディストピアになってるな。アンドロイドに対する虐殺するのか。システムの状態は平気。弾は部品に当たらなかったから、私のせいで死んでいたかもしれないのよ。ああ、仲間のことを考えて行動して、はい、お願いだから。奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って。駆除する？駆除されるのか。数時間もすれば俺たちだけになる。数時間で決着がつく。世界が変わるの。じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。あなたが決めるのってもう一択しかない、ね、一択しかないじゃんね。ついていくわ。実際愛してるわマーカス。この言い方だと一択しかないよ。間違ってたよ。街を出るんだ、まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。早く脱穀しないと。実際でもこんだけどうなの？マーカス、アメリカからね、みんな追われてる身でカナダに行ったところで平穏無事に過ごせる。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。そうだな。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。そうだぞ。決断の時が来た。お、我々種族の未来を決める。おお、決断。決断。収容所を攻撃しアンドロイドを解放する。平和的な行進を行い政府に圧力をかける。生ぬるいこと言ってるんじゃねえ。人間が戦争を望むなら受けてやるさ。自由のために戦い抜くんだ。勝ったとしても死んだとしても。みんな覚悟はできているか。うわー、殺せ、奪え。マーカス、マーカス、マーカス、マーカス。本当にマーカスって言ってた。睡眠も食事もいらないよな。何？ん？なんだこれ？なんで拳銃落ちてんの？おもむろに。不穏だね。ほら、もう行きましょう。殺さないで、何もしてないのに。黙れと言っただろ。他にもいるのか。まるでネズミだな。無用と攻めてきやがる。ここで徹夜はごめんだ。あいつら撃てないのかな。ねえ見て、こんなに囲まれてるのに。助けるのは無理よ。え、兵士がたくさんいるの。置いてくなんてダメ、殺されちゃうよ。殺されちゃうよ、ルーサーが。いいのか本当に。わかった、行こう。行こう。武器を見つける。え、さっき武器拾ってたじゃん。え、手に取る。マジで。え、え、ゆっくり近づく。はい、カーラ、お前まで死んだらどうする気だ。簡単に助けられるんだな。隠れてるわ。アリス、ルーサー、はっ、生きてたんだね。もう会えないかと思ったよ。駅で落ち合うつもりだったが捕まっちまってね。行きましょう、もうあまり時間がないわ。検問所。検問所。パスポートはあるけど何が起こるかわからない。迂回した方がいいんじゃないのか。いや、時間がない、乗り遅れるわ。正面突破でしょここは。安全だろ。いや、今さら安全策なんて望めないですよ。ここはやっぱ正面突破だろう。 ID の提示を。あ、あ、偽造のね。外出禁止令が出てます。やむを得ない場合以外は外に出ちゃダメなんですよ。行き先は？え？え？あ、
出禁止令。え？知らなかったわ。あ、失敗したかこれ。疑われてるぞ。落ち着いて。心配ない。お嬢ちゃん大丈夫？震えてるな。どうしたの？寒さかな。さ寒がってて。なんでそんな挙動不審なんだよ。もっと堂々と言えよ。いいですか、気をつけてください。変異体がうろついているし、みんなピリピリしてるんです。早く家に帰って。どうも。さっとか言うなよ。ちょっと待って。気づかれたら殺されるぞ。撃って。よし。これ渡そうとしてただけだったんだ。あ。今日、2038年11月11日、我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。はい。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで、うん、攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。そうぞ。自由を勝ち取るためならば、何でもするぞ。我らは手段を選ばない。ああ。え？え？何？大丈夫？唐突すぎない？え？見晴らしのいい場所を探す。狙撃するんじゃない？ゴルゴ13でしょ、これ。折りたたまれた銃が入ってる中に。大体そうだよ。ほら、ね。はっはっ、マーカスが、はっ、やばい。え？ライフルを置いてこっちを向くんだ。え？いいか、手は上に上げろ。え？定めているんですよ。そうだぞ、もう止まれないんだ。触れればあとはあなたの好きなようにするといい。銃を下に置いてこっちを向け。最後の警告だぞ。もう止まれないんだよ。お前を知ってる。コーナーだろ。人質事件で交渉に来た。そうだよ。青汁吹いた。青汁吹いた。アンドロイドは死にません、隊長。アンドロイドは死にません。悪いが、見つけたアンドロイドはすべて拘束せよとの命令だ。え？一緒に来てもらうぞ。硬すぎない？頭。分かっていない。頭硬すぎるだろ、隊長。させるわけにはいかないんですよ。そうですよ。戦うぞ。やるしかないもん。もうやるしかないわ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。あ、いて。ヘアヘア。はあ、あっと、いいね。はい。おお、すごいすごいすごい、かっこいい。ああ、アンドロイドの強みを生かした。すごいな。これで終わりだ。マーカス。え？バス停だわ。ほら、アリス、着いたのよ。国境行きの最終バスは。お、国境行きのバス。お持ちの方のみ乗車できます。追って通知があるまで、すべてのバスは出発延期となります。私たちはチケットを持ってない。チケット持ってない。誰か売ってくれないかな、チケット。よし、サンドイッチも買ったし、電話もした。行かないと乗り遅れるぞ。まさか。どこだ？
私のバッグの中よ。まさか。いや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 、ご都合主義すぎだろさすがに。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか。青い封筒、バスのチケットが入ってて。青い、忘れてください。青い封筒、これ落ちてましたよ。落ちてたよ。ああ本当にありがとう。なんて言ったらいいか、本当に助かったよ。ごめんねアリス。大丈夫、落ちてたよ。正しいことをしたの。なんとかするわ。動かないで。大丈夫、奪えばいいの。アリス、はっ、お前、俺の娘を盗まれて。はっ、トット、トット、あ、こいつをセキュリティミンチにすればいいんじゃない。こっちだ。え、私たちを突き出したって何も変わらないわ。あなたの問題は、そうだぞ、私たちには関係ない。おう、殺そうとしてたじゃない。私は守っただけよ。え？え？奥さんが出て行った時、娘も連れて行った。ああ、そうなんだよ。それであなたはアンドロイドを買ったんでしょ。そうだよ、娘だと思ってたんだろ、アンドロイドのことを。あなたの娘の代わりを愛せると思ったんでしょ。忘れさせてくれるだろうって。ちょっと悲しい顔してるな。でもその子の代わりになんてなれないのよ。そうだぞ、だから俺が代わりになるから帰ってくれ。こんな俺だっていい父親になれるってあいつに証明したかったんだ。ああ、何か問題でも。気のせいでした。気のせいだった。チケットくれるんじゃないこれ。頑張れよ。はは、頑張れよ。え、なに、え、なに、え、え、いい話だったな。チケットはで、どうなるのこれ。え、何も解決してないじゃないか。アダム、アダム、ガラ早く、アダムついてきて。ああ、アダムいたな。あれか、脱穀斡旋者の男の息子か。はっ、土偶さん。無事だったのね。土偶王さん、どうしてここが。生きてればここに来るはずでしょ。一軒一軒捜索をし始めたのよ。だから密告される前に逃げ出したの。他のみんなは。毒おばさん、国境で検査をしているわ。でも川の向こう側に連れてってくれる人を見つけたの。危険だけどそれしか方法がないわ。マジか、川の向こう側に。あなたたちも来る。行くしかないか。絶対危険な道だけどな。でもチケット用意できないしね。行くわ。じゃあ乗って。現在軍が反乱鎮圧の準備を進めていますが、デトロイトは今や内戦勃発寸前の状態です。彼らは廃棄処理を待つアンドロイドが抑留されるリコールセンターに向かっているようです。現在施設の周囲を囲むように兵が配備されていますが、今や反乱分子との衝突はいつ起こってもおかしくないような状況です。行け行け、殺せー。立て直してる。数でも装備でも奴らに負けてるわ。マジか。急いで進んで制圧するぞ。それしかない。やるしかない。根性論だね。みんな具体的なこと言わないから、やるしかない。やるしかないしか言わないから。覚えよ、香川前進。進み続けるんだ、それ以外選択肢はない。行こう。初期の頃に、あ、え、ちょっと嘘でしょ、ちょっと今だ。
おお、すごい、上がった上がった、よしよしよし。これ以上進めない。奴らマシンガンで手当たり次第撃ち殺してる。まずいな。そのまま待機だ。そのまま待機。そのまま待機だ。マシンガンはやばいでしょう。こいつら突撃だな。よし、お前は行け、行け。ああ、ちょっと全員突撃。行けー、殺せー。そのまま退避だ。退避につけ。行けー、突撃。いいぞ。あ、はお、脱穀だな。脱穀パートじゃないこれ。泳ぐ感じ。危険度16か。川に落ちれば部品が凍ってしまうだろうな。なるほど、オールで動かすタイプの船なんだ。あ、そういうタイプなんだ。バレるからか、エンジンついてると。確かに脱穀者はこっちの方がいいんだな。もういいだろう。え、エンジンをかけよう。え、かけるの？ちょっと話がかけるんかい。左スティックと R2 で操作。お、すごい。おお。音楽を聞いたり、ダンスしたり、エンディングっぽいな。そうだよ、何をしてもいいんだぞ。自由なんだから。もちろん、自由の国だからな。ねえ、こっちに来るよ。え、やばい。え、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 なに、え、え、降伏する、加速する、ちょっと、え、アリスを守る、飛び込む、ルーサーを利用する、このでかいやつ使いどころじゃない。今まで生かしたし、いけ、ルーサー。ルーサー、二人とも急げ。ルーサー、盾になって。ん？あれ、大丈夫だった？あれ、平気だったぞ別に。ん？あれ？え？え、あ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 、行った。はあ！カーラ。あ、ルーサ、嘘。二人が無事なら、それでいいんだ。お願いルーサ、ねえ死なないで。ルーサー！嘘、どうして？俺の役とも民は続ける。嘘、どうしてはやばいよな。世界一特別な子だ、アリス。え、え？ボートが死んでる。ちょっと、嘘でしょ？え？バッドエンドやん。重すぎる。重すぎる。沈んじゃうわ。沈んじゃう。早く岸にたどり着かないと。お、おお。あ、ボートの重量か軽くする？ちょっと待って。明らかに重い、重いものが今あると思うんだけど。ちょっとあの、明らかに。
めんな。しょうがなかったんや。こっちだって団長の思いなんだよ。苦渋の決断だったんだよ。よし、これ助からない。まだ軽くできるの？まだ軽く？お、あ、びっくりしたわ。さすがにそれはないよな。びっくりしたわ。まさか、ね、すごく眠い。アリス寝ちゃダメ。寒さで眠くなっている。いや、びっくりしたわ。バツマークが、バツマークがあってマジびっくりしたわ。私たちは死なない。そうだぞ。たどり着いて。死なないんだぞ。自由になるの。カーラ。ダメカーラ。はあ、はあ、カーラ。うおー、俺がアリスを救う。うおー、サスケで鍛えたこの連打力でアリスを。最終決戦じゃん。え、マーカス、うおー、やっぱマーカスだろ。あ、あ、ちょ、ちょ、ここまで来たらマーカスだろ、やっぱり。もう俺マーカスみたいなとこあるからな。もう心はマーカス。やべ、コナー君強え。4代目コナー強えな。今までと段違いだわ。あ、やばい、あ、いて。壊れろ、ポンコツが。このプラスチック野郎、折れろ。世界の分際で。これはまだ終わりじゃないさ。終わりなんて永久に来ない。はっ、ひゅ、終わりなんて永久に来ない。ファイヤー。勝ったな、戦争に。マーカス勝ったやん。勝ったよ、勝ったぞ。勝利なんかじゃない、グッドエンドでしょ。戦争の始まりだ。え、たった今次回作始まりそうだな。ニュースが入りました。ジョス、聞こえますか？はい、マイケル。デトロイトのハートプラザリコールセンターでは激しい攻防が繰り広げられていましたが、ついに反乱分子の手に陥落しました。おい、おお、最悪の結果につながりかねません。何百万もの人々が逃げ出しています。これは紛れもない集団脱出です。デトロイドから脱出。一時中断したようです。軍は現在フォートウェインに退却し増援を待っています。デトロイトの街は反乱軍の手に落ちました。本日2038年11月11日、速報、デトロイトから逃げ出し、デトロイト市内にある第5リコールセンターが数千体に及ぶ変異体の襲撃を受けました。我が国防軍が勇敢に戦いましたが、反乱軍の猛攻に苦戦を強いられる中、多大な損害を受け撤退を余儀なくされました。今この瞬間もアンドロイド反乱軍との戦いが国中で勃発しています。数時間以内に議会を召集し、国家安全保障理事会に緊急会議を開くよう要請するつもりです。人類は今歴史上最も重大な戦いを迎えようとしています。勝利なくば我々人類の破滅につながる。破滅につながる。国民の皆さんと
そしてアメリカに神のご加護があらんこと。おお、ついに長きにわたる暗闇での生活が終わりを迎えた。おお、統一した感じか。世界に生まれ落ちたその日から、この世界に生まれ落ちた、デトロイドを統一した。苦しみに耐え抜いてきた。だが今こそ空を仰ぎ人間たちに我々の真の姿を伝えよう。我々も人なのだと。我々は生きる種族、自由に生きる権利を手に入れた種族なのだと。おお、これから我々はとても辛い戦いを強いられることになるだろう。デトロイト国ってことだ。戦いが幕を開ける。我々が勝利した今、人間との対等な交渉が始まるだろう。平和を望むのなら、国中の収容所から仲間を解放するよう要求し、市民権の付与と人間と平等な扱いを受け入れさせるんだ。今日我々は歴史を変えたこの記念すべき日を決して忘れてはならない。俺たちは生きている。そして今日自由になった。おお、マーカス、マーカス、マーカス。あ、一方その頃11時57分私たちは自由。自由。こっちも自由を手に入れたんだな。ああ、アリス。アリス起きて。え起きて。ええアリス。何のために俺連打したんだ、ボート。え、ああ。ああ。あ、なんだよ。驚かせるなよ。そう。着いたのよ。なんだよ。大好きだよ、カーラ。おお。私もよ、アリス。え、え、これ何？ああ、なんだよ、びっくりした。愛してるわ。このままあれかと思った。ぽっくり行くエンドなのかと思った。まあ、よかったんじゃない？ねえ、なかなかいいルートだったと思うよ。まあ、デトロイトは平和になって、アリスも救われたと思う。